丸亀市立図書館は、香川県丸亀市が設置する公立図書館。丸亀市立中央図書館、丸亀市立あやうた図書館、丸亀市立飯山図書館の3館で構成される。中央図書館は、丸亀市の直営で、あやうた図書館と飯山図書館は民間に一部業務、委託している。また、図書館から遠方に居住する市民のために、移動図書館者、 カ丸マ号が月1回巡回している。丸亀市は2005年3月22日に、旧丸亀市、綾歌郡綾歌町、飯山町が合併して発足し、旧丸亀市が設置していた丸亀市立図書館と、飯山町が設置していた飯山町図書館を引き継いで、それぞれ、丸亀市立中央図書館、丸亀市立飯山図書館に解消した上で、丸亀市立図書館とした。 この時、綾歌町公民館図書室を、綾歌図書館に格上げした。図書館に関しては、2003年9月24日の第6回合併協議会で取り扱いについて、話し合われ、合併時から一体的に利用できるよう調整することとし、旧丸亀市の移動図書館事業を合併後に、全市域で実施することが取り決められた。実際、2005年5月には、 図書館利用カードの統一や、どの図書館の蔵書も貸し出し、返却、予約などができるようになっていた。2010年度から、飯山図書館の運営を民間に一部業務委託し、2012年度からは、綾歌図書館も一部業務委託するようになった。これにより、両館では、開館時間の延長と休館日の削減が行われた。また二0 1年度から小学校入学前の子もに、 絵本を送るセカンドブック事業を開始した。2013年4月にシステム更新を行った。なおシステムは NEC 製のルティスを使用している。丸亀市立中央図書館は香川県丸亀市浜城にある公立図書館。建物は丸亀市井の熊源一郎現代美術館と共用しており、図書館部分は全体の23%を占める。 ミモカには指定管理者制度が導入され、公益財団法人ミモカ美術振興財団が運営するが、中央図書館は丸亀市の直営である。市は中央図書館を丸亀市における機関図書館と位置づけ、市民の学習や教育の拠点としての役割を果たすことを使命としている。また、高松市の香川県立図書館。 高松市中央図書館と並ぶ香川県の主要図書館の一館に位置づけられる。しかし、貸し出し数の実績では、飯山図書館を下回っている。開館前市、井上文庫と丸亀市教育部会1906年11月、香川県教育会丸亀市教育部会の呼びかけにより、井上通常委徳表彰会が発足し、業務を開始した。同会は、 図書係を持っており、1907年8月に井上文庫を開設した。同年10月9日には、香川県立丸亀中学校が保管していた旧丸亀藩の蔵書を丸亀市の管理に移すことが決まり、丸亀市は井上文庫に委託保管を依頼した。井上文庫は1908年7月20日に、香川県立丸亀高等女が校内に置くことが決定し、 同月解散した井上通助委特評紹介に代わって、井上文庫維持会が文庫を運営することとなった。井上文庫は寄贈などを受けて、約4500冊を所蔵していたが、会館は日曜日だけだったこともあり、利用は少なかった。維持会では1917年の井上通助180年祭を契機として独立した建物を持つ文庫の建設を、画策したが、 資金面で行き詰まっていた。一方、香川県教育会丸亀市教育部会は1915年に中府町の民家を利用した新聞縦覧書を開設して大阪朝日新聞と一万兆法を備えていた。また1917年6月頃には178冊を所蔵する小文庫を中府町の部会事務所に設置した。そして1922年秋の 陸軍特別大演習への東宮殿下、行刑記念とご成婚記念として、図書館を建設することを1923年の教育部改装会で満場一致で可決し、元藩主家の京国氏に寄付を求めるなど準備を進めた。しかし、井上文子と同じく資金集めに苦労したようで、実際の開館はこれより6年先のことである。 私立丸亀市図書館私立丸亀市図書館丸亀市教育部会による図書館建設はなかなか進展しなかったが、1928年1月27日に中府町の聖主、月星醸造元の曽川朝七が図書館用地として204坪を提供し、建設費2万円を寄付することを丸亀市長に申し入れ、市長の報告を受けた丸亀市会は謝意を示した。 市側は図書館の建設地は市役所の東側が適切であると考えたため教育部会長と交渉し教育部会は同年5月に市が提案した場所に建設することを了承したそして同年11月10日に自陳祭を取り行って建設に着手した地陳祭からちょうど1年後の1929年11月10日図書館の設立認可が下り 香川県教育会丸亀市教育部会の運営する丸亀市図書館として開館した。建物は未完成だったため仮館での指導となり、1930年4月29日の店長説に開館式を挙行してそこへ移転した。同年度の蔵書数は9560冊で、教育部会の蔵書と井上文庫の蔵書の一部を基礎としていた。 一日平均閲覧者数は52.1人で、1932年度以降100人を超えるようになった。1931年9月に行われた調査によると、同月の利用者は一日平均150人で、内訳は学生6割、青年団員3割で、女性は毎日30人ほどの学生が婦人室を訪れていた。最もよく読まれていたのは文学。 特に大衆小説で、作家別では、香川県出身の菊池博史が最も人気で、芥川龍之介の作品もよく読まれた。このほか、江戸川乱歩、雲男、甲賀三郎、幽霊犯人といった推理小説がよく読まれ、特にこの2冊は、あまりの利用の多さに真っ黒になってしまったと、大阪朝日新聞の香川版が報じている。教育部会は、将来的に丸亀市へ、 図書館を移管するつもりで図書館運営を行い、丸亀市は図書館へ補助金を拠出していた。そこで発生したのが1934年の丸亀市会による左翼的な図書の廃棄要求である。1933年12月、丸亀市会は同年度の予算として計上していた丸亀市図書館への奨励費1000円の使途について、 職員報給が低いため補助を増額したのに、そこには使わず、いかがわしい本を買うために当てているのではないかという疑いを立て、閲覧と所調査を求めたのである。その結果、私学は、川上はじめの唯物史観研究、高畑元幸のマルクス十二校とマルクス経済学、常藤康氏のマルクス主義の根本問題などを問題の本として報告した。 1934年1月、市会議員は赤の図書館とはいかがと発言し、市当局に改善を求め、資産与は市営ではないので命令権はないが、これらの図書の廃棄を図書館に求め、奨励費を出す以上は図書館を監督していきたいと答弁して、事態の収拾を図った。思想統制が強まっていたという時代背景にも、かかわらず、実際には図書館側は、 この要求に応じず、資料を守り抜いた。なお、当時の新聞記事や、司会の資料は21世紀の現在も丸亀市立、中央図書館が保管している。1935年度の蔵書数は13,655冊、閲覧者数は34,625人、1940年度の蔵書数は14,649冊、 閲覧者数は24,445人であった。香川県の図書館統計は一旦ここで途切れ、太平洋戦争中の図書館の動向は不明である。丸亀市への移管1947年2月、丸亀市教育部会から丸亀市へ図書館が移管され、丸亀市立図書館となった。同年の蔵書数は2544冊。 閲覧者数は8271人、館内閲覧者数は9814冊で、職員は3人であった。当時の貸し出しは、有料の読書会員か、読書組合に限定され、貸し出し者数は219冊に過ぎない。この頃の特徴的な活動として、自動文庫があった。自動文庫は、河原町の弊社後に設け、住民有志に、 児童向け図書の管理を任せて児童に貸し出してもらうというもので、香川県立図書館からも図書を借用して運用した。1950年2月24日、県下公共図書館連絡協議会が丸亀市立図書館で開催され、県内の図書館が協力して図書館員の資質向上、日本中新聞類法の研究などを進めていくことを決議した。 1952年5月1日より12歳以上の市民を対象として貸し出しを開始し、一人一冊一週間借りることができるようになった。1953年2月から3月にかけて、高松市立図書館へ職員を派遣し、図書分類の方法や目録の作成方法などを学ばせた。同年7月24日から7月26日まで生産から出品された。 原点作品を展示する企画を開催した。幸い百243番地にあった木造2階建ての図書館は1954年頃になると自動車の騒音で読書に適さない環境になってきたため、鉄筋コンクリート構造を2階建ての新館を建設しようという動きが現れた。しかしその実現には時間がかかった。その館図書館の蔵書は 年間生札のペースで増え続けた一方、年間閲覧者数は2万7千人から4万5千人と、年による変動が大きかった。相次ぐ移転1964年11月9日、大手町2番地5にある丸亀市役所の敷地内で624万円をかけた新図書館の建設工事が始まり、1965年3月31日に完成した。 同年4月26日に落成会館式を挙行し、4月28日より、蔵書3万524冊をもって、一般の利用を開始した。この新館は、鉄骨構造2階建てで延べ床面積356.4平方メートルあり、1階に集会、展示室、研究室、管理室、新聞閲覧室などを置き、2階に一般閲覧室と、 子供室を設けていた。1968年11月、新州丸亀市市の編集事務局が置かれ、1969年8月28日より、子供文庫と称する巡回文庫の運用を開始した。新館へ移転したばかりではあったが、1970年9月1日には、公民館や資料館と併設した図書館を、 丸亀城内に建設する計画が立てられ、第1回の研究打ち合わせ会が開かれた。この計画は1971年3月18日の丸亀市議会定例会で可決され、図書館と資料館を併設する施設の建設が同年12月に始まった。丸亀市立資料館丸亀市立図書館、資料館として建設された。資料館は2016年6月1日より、 耐震法強工事のため休館中である。8600万円をかけた建設工事は1972年9月に完了。9月16日から図書などの移動作業を開始し、10月27日の落成式を経て、翌10月28日から蔵書48,096冊を持って新館での業務を開始した。同時に亀山文庫が創設された。 丸亀市は新館へ移った図書館に潤沢な資金を投入し、1970年度の人口一人当たりの図書館費が160.11円だったのに、対し、1975年度には961.21円に跳ね上がった。蔵書数も1975年度には89,118冊と新館移転時の1.85倍に増えた。 こうした中で1977年度には、同年度予算に占める図書館費、資料費の割合が高い市として、丸亀市が日本図書館協会の図書館調査委員会の選んだ29市に取り上げられた。この中で、丸亀市は、人口1000人あたりの増少経入れ数が183冊で15位、人口100人あたりの貸出し冊数が314冊で13位と、中間に位置づけられた。 29市の中に入ったのは、四国で丸亀市だけで、中国、九州地方まで広げても山口県新南陽市しか入っていないことからも丸亀市の図書館への投資の充実度が伺える。サービス面では、声の LL 機器の導入と録音放試社会の設立、文化講座の開講子供の本を読むお母さんの会の設立による、読書活動の推進と幅を広げていった。 こうした活動から1977年10月に、香川県図書館協会から表彰されている。さらに1980年3月に、ユネスコ文庫の設置と、郷土資料のマイクロフィルム化、1981年から1986年に、かけての各種蔵書目録作成、1981年4月の重度身体障害者向けの郵送、貸出サービス開始と続いた。 1981年度の統計では、人口一人当たりの貸し出し冊数と、図書流通率、職員一人当たりの貸し出し冊数が、いずれも香川県で一位であった。豊かな図書館費を背景として、県内の他の図書館が一人二冊しか借りられなかった、時代1十冊まで借りられるようにしていたのが大きく、貢献したと見られる。駅前図書館へ、丸亀市では、 予算線丸亀駅の高架化に伴う駅前、再開発計画が浮上し、時を同じくして丸亀出身の井野熊玄一郎が自身の作品を市へ寄贈することを申し出たことから美術館を建設する案が出された。その中で美術館に図書館を併設しようという流れになり、1988年度予算に6000万円の図書館設計委託費が計上された。 設計は谷口義雄が担当し、ピーター・ウォーカーがランドスケープのデザインを手掛け、井の熊自身の意見も数多く取り入れられた。設計期間は1988年9月から1989年9月で、同年12月に着工、1991年6月に竣工した。新館には子供のお話室を設置することが決まったので、 開館を前に1990年10月からボランティアのストーリーテラーを育成する講習会が開始された。そして1991年12月19日より新館での業務を開始し、同時にコンピュータを導入した。1997年10月には木曜日に郷土の歴史講座を開講した。2001年11月18日には、 ブックバンクと称する不要となった図書の交換会を初めて開催した。2002年7月には、ソレイやヒマワリなどの戦後に観光された雑誌を展示する会を開催し、2003年5月には、明治時代の和装本から昭和終戦直後の墨塗り教科書までの昔の教科書を当時の机、教卓と共に展示した。これらの展示会で使われた雑誌や教科書は、 私立図書館の書庫で保管しているものである。なお、2002年度の蔵書数は31万1288冊、入館者数は10万4886人、貸出冊数は35万5585冊であった。2005年3月22日の新、丸亀市発足により、丸亀市立中央図書館に解消した。二千十年十二月には、 開館80周年記念に図書館で結婚式を挙げるライブラリーウェディングを企画した。2016年4月1日より開館時間を20時まで延長する実証実験を開始した。これは仕事帰りのサラリーマンや学校教員の来館を期待しての措置であり、丸亀駅の校舎客の来館も想定されている。中央図書館の館内中央図書館の 館内建物は谷口義尾の設計で、施行は鹿島建設四国営業所による、図書館と美術館を併設することによって、多くの人が立ち寄る施設とすることが起訴されたもので、実際に休日には、多くの来館者で賑わっている。1998年には、公共建築100選に選定された、鉄筋コンクリート構造地上4階地下1階建てで、図書館部分は、 地上1階地下1階である。建物はミモカとの共用であるが、南側に図書館専用の入り口が設置されている。また、ミモカ2階には美術図書室があるが、これは丸亀市立図書館の管理下にはない。図書館入り口から風除室を抜けると大理石の床のコントロールセンターがあり、カウンターや閲覧テーブルが置かれている。また、 入り口正面のシルクスクリーンは、猪熊源一郎が描いた数多くの動物で埋め尽くされている。コントロールセンターを抜けるとカーペット敷きになり、向かって右手が児童図書コーナー、左手が新聞、雑誌コーナーで、新聞、雑誌コーナーの奥に一般閲覧室がある。児童図書コーナーは、児童の身長に合わせて背の低い書夏や上端の高さを抑えた窓を採用し、 児童が騒いでも声を吸収できるように天井に吸音板とアルミニウム製のルーバーを設置している。新聞、雑誌化はスチール製で木製フレームに縁取られている。新聞、雑誌コーナーの真上紙もかの美術と書室でコーナー上部のガラスブロックから美術と書室の様子が垣間見える。一般閲覧室の書家は新聞、雑誌コーナーの端から 反対側の壁面まで連続し、背の高い書家同士で、小スペースを形成する。あやうた、飯山良図書館の運営が一部業務委託されているのに対し、中央図書館は丸亀市の直営が維持されている。これは、中央図書館が丸亀市立図書館の中核を担う図書館として、レファレンスサービスや香川県立図書館との 相互対策の拠点としての役割を果たしているためであり、今後も丸亀市による直営が維持される見通しである。また、あやうた、飯山両図書館に対して指導的立場にある。一方、清掃業務や空調管理などの施設の管理については、ミもかと建物を共有している都合でミもかの指定管理者であるミもか財団が管理を委託した業者に任せており、 管理にかかる費用は建物の中で図書館が占める割合である23%分を中央図書館が負担している。2016年現在、ミモカ財団と中央図書館が同じ業者と別個に契約を結んでいる状態であり、手続きが煩雑であるため図書館の施設管理業務にのみ指定管理者制度の導入が検討されている。丸亀市立あやうた図書館は 香川県丸亀市綾歌町栗熊西にある公立図書館。綾歌市民総合センターの2階にある。図書館業務の一部は民間に委託する。フランス語による絵本の読み聞かせやぬいぐるみを泊まり、会を開催したことがある。公民館図書室と図書館設置運動1963年に綾歌町公民館図書室として開け出した。1978年に 綾歌町農村環境改善センターが完成し、図書室は同センターへ移転した。一方、町民の間では図書館の設置に向けて1990年代から活発な取り組みを行っていた。香川県では当時、小津郡との省庁や大川郡市土町でも図書館設置を目指す住民運動が展開されており、2000年時点で開館に向けて行政が動き出していた。 綾歌町では、町議会議員の羽田構造が中心となって、図書館設立運動を続け、図書館コンサルタントの菅原俊を招いた講演会を開催した。菅原の講演会には、図書館設置を目指すすべての団体が、香川県各地から参加したという。また、羽田議員は2001年1月16日17日に、日本図書館協会主催の 議員のための図書館づくりセミナーに参加して、図書館設置についての知見を深めた。町民の運動を受け、2000年に図書館建設検討委員会が発足した。検討委員会は報告書をまとめ、綾やた町長に提出したが、綾やた町は合併問題を抱えていたこともあり、図書館の設置に向けた行政側の動きはなかった。 図書館設置運動が思うように進まない中でも、羽田議員は運動の前進のために尽力した。2002年度の蔵書数は15,883冊、貸出冊数は9,585冊であった。綾歌図書館の開館2005年3月22日の新丸亀市発足と同時に、綾歌町公民館図書室は丸亀市立綾歌図書館となった。 この時点の時点の蔵書数は約1万5000冊で、図書館はそのまま綾歌町、農村環境改善センターに置かれた。同年7月1日、旧綾歌町役場である、綾歌市民総合センターの2階へ移転した。新館の床面積は、旧館時代の8倍以上に拡大し、閲覧室の他学習室や、市長各室、図書ギャラリーが設けられ、明るく、 穏やかな落ち着く感じの館内となった。蔵書は、旧館から1万冊を引き継ぎ、残る5千冊は、岡田と富熊の農村研修センターへ移された。こうして、長年の図書館設置運動は実を結ぶこととなったので、ある。しかし蔵書は、旧館から引き継いだものにわずかばかりの新館を、加えたのみで、購入雑誌数が23種、新聞数が3種と不十分なものであった。 長年図書館員を務め、図書館長の経験もある、棚橋光雄は、飯山図書館の立派さを引き合いに、十分な準備、計画を行わずに、形だけの図書館を整備した丸亀市当局を非難し、丸亀市立図書館長の責任が問われなければならない、と述べている。2012年度から運営の一部が、民間に業務委託されるようになり、 開館時間の延長と休館日の削減が行われた。2017年9月より、あやうた市民総合センターが、耐震工事に入るため、工事期間の約1年間休館する予定である。この工事により、図書の重量制限が緩和され、増床を増やすことができるようになる見通しである。丸亀市立飯山図書館は、香川県丸亀市飯山町西坂本547番地。 一にある、公立図書館。丸亀市飯山総合学習センター内に、設置されている。利用者からの評価は高く、利用実績は好調で、若い世代の親子や家族3世代での来館が多い。蔵書数は、中央図書館の半分未満であるが、貸し出し冊数は、中央図書館を上回る。図書館業務の一部は民間に委託する。毎年、絵本作家を招待して、 読み聞かせをしてもらうという行事を開催している。丸亀市飯山総合学習センターは、飯山図書館と飯山障害学習センターからなり、図書館部分が建物全体の6割を占める。飯山図書館は、業務委託、飯山障害学習センターは指定管理者制度で運営されており、施設管理は同一の業者に委託している。一人一学習一活動を掲げて、 住民の学習、教育活動の支援を行う。飯山図書館は背の低い書家を採用して見通しのきく空間を形成し、通路や自動車コーナーも広くとっている。お話室は靴を脱いで中に入るようになっている。飯山障害学習センターは公民館や児童向け施設を設置する。具体的には遊戯室、集会室、研修室、調理室、和室、 屋外遊戯場、放送大学香川学習センター、丸亀教室がある。飯山町は総工費1億2400万円をかけて図書館の建設に乗り出し、1984年9月25日に着工し、1985年3月10日に竣工した。そして同年4月18日に飯山町図書館として開館した。 飯山町図書館は、飯山町河原線11 110番地にあり、延べ床面積728平方メートルの2階建てで、1階に、一般閲覧室、児童、生徒閲覧室、事務室と、倉庫、2階に閲覧室の予備施設としての学習室、A、市長格活動や、読書活動への利用を想定した、学習室 B を設置した。 特に学習室は生涯学習時代の到来に、ふさわしい施設として特筆される。開館時の蔵書数は6,107冊で、これに、香川県立図書館からの借用書4,000冊を加えて1 1百0 7冊とした。飯山町は開館したばかりの図書館に潤沢な図書、購入費を投入し、1985年度末には16,975冊。 1986年度末には22,841冊、1987年末には25,793冊と、増書数は急速に増えた。これにこうして、貸出冊数も1985年度の37,856冊から1987年度の47,628冊へと増加していった。この頃の図書館は、 幼児とその保護者向けに折り紙、紙芝居教室と映画会を開き、小学生向けには夏休みの子供陶芸教室、母親向けには手作り絵本教室を開催していた。特に子供陶芸教室の人気は高く、参加者を抽選で90人に絞り込むほどであった。1994年4月、コンピュータによる蔵書管理、貸し出しを導入した。 2002年度の蔵書数は64,499冊、入館者数は4205人、貸出冊数は78,381冊であった。合併を直前に控えた2005年1月16日、飯山総合学習センターが開館し、飯山町図書館は同センターでの業務を開始した。飯山総合学習センターについて、棚橋光雄は、 旧飯山町図書館も立派であったのに、何のためにわざわざ新しい図書館を作ったのかと建設に疑問を呈した。同年3月22日、丸亀市立飯山図書館に改称した。2010年度より一部の業務が民間委託されるようになった。中央図書館にある移動図書館コーナー、丸亀市の移動図書館は白鳥号という名前で、 市内の山間から2キロメートル以上離れている地域で月1回程度運行している。2016年現在、離島部も含め68箇所を約2500冊を積載して巡回している。移動図書館の運行は1954年の丸亀市立図書館の新館建設計画と同時期に企画されていた。しかし実現には時間がかかり、1984年5月に、 丸亀ロータリークラブから移動図書館社、白鳥号が寄贈されて、ようやく実現した。この間、1969年8月28日より、巡回文庫、子供文庫を導入して、城南、川西、河原家、飯野のの公民館への月50冊の廃本を開始している。また1970年4月からは離島の本島と広島にも子供文庫を導入。 同年8月には夏休み限定で市内の小学校に500冊を配本する動く子供図書館を開始した。2014年度の利用登録者数は6844人、貸出者数は5990人、貸出者数は7120冊である。移動図書館の運行は業務委託されている。ありがとうございます。